まあ、その、もともとその、霊媒とか霊能者とか言ってる時点で人間的にダメなんですけども。あなた、運がいいんだって。渡辺裕樹さんの件について、先生の解説ではおそらく筋トレ中の事故である、事故という話でしたが、とある霊媒系 YouTuber が、借金繰りの自殺の話はどちらが正しいのでしょうか。はい、これ、まあ、これについてはですね、正直どちらも別にその正しさはありません。まあ、僕は、何ですかね、メディアっていうか、ヤフーニュースの、表記、はい、表記がですね、医師というね、その死因だったので、自殺だったらおそらくその自殺って、自殺自死っていうのを書くと思うんですよね。ダチョウ倶楽部の上島さんみたいに。はい。でも、医師という、珍しい、死因でしたから、おそらくは、そして渡辺裕之さんのですね、トレーニングルームみたいのを見たらですね、フリーウェイトの、ベンチ台が置いてあったので、はい、多分そのベンチプレスで、首をね、その事故じゃないかと。あくまでもこれ僕の予測です、予測。はい。推測ですから、その分かんないですよ。まあ、ご家族とか、その現場を見に行った、警察とかはね、分かってるかもしれませんけども、この、とある霊媒系 YouTube、僕、そっち系の YouTuber とかですね、YouTube 一切見ないんで、分からないですけども、そこはインチキですよ。はい、その、とある霊媒系 YouTuber が、その、もしご家族ね、奥さんとか警察に聞いてるんだったら、その話は信憑性あるかもしれませんけど、その、渡辺さんの霊を呼び出したとか、はい、そういう、クソみたいなことを言ってるんだったら、単なるインチキですね。まあ、こういうことをやるから、その、霊媒系 YouTuber とか、霊能系のね、なんか霊視とかやって YouTuber とかムカつくんですよね。なんかもう、その、渡辺裕樹さん以外のことだったら、なんだかんだ勝手にやってくれたらいいですよ。例えば、その、誰も傷つかないね、なんか300年ぐらい前の話のね、なんか霊動向とか、そのね、たまに言ってるその正門の首塚とかですね、なんかそういう感じの話だったらまだいいですけども、渡辺裕樹さんってご家族とかが、いらっしゃいますから、あとはその、まあ、前もやってましたけども、神田沙也加ちゃんのね、ジャンガララーメン、はい、の話とかですね、ああいうことをですね、そう、やるやつってもうモラルがないんですよね。そう、なんかその昔、そう、卑弥呼のね、そう、洋さんの卑弥呼の話とかね、昔、その、まだ、百歩譲って相手を喜ばす、あなたの前世はお姫様でしたとかね、あなたの前世は織田信長でしたとかやったら、その、別に、まあ誰も傷つかないじゃないですか。だったらまだいいですけども、このね、安易に、その、亡くなった、芸能人とかですね、有名人とかタレントを出してですね、それをあたかも本当にこう、こうそこに来てるみたいな感じで、で、その霊と喋ってますとか、自分にこう、霊が降りてきてますとかですね、まあそういうやつが一番僕許せないんですよね。まあタロットティアラとかもそうですけども、本当にね、そういうやつって、ダメ、人間的にダメだと思いますね。まあ、もともとその霊媒とか霊能者とか言ってる時点で人間的にダメなんですけども、まあ、それでもこう人を傷つけないとかですね。なんかもう失礼ですよね。その借金とか、もしそのね、渡辺裕樹さんが一切ないんだったら、ちょうど昨日かな。これなんで採用したかっていうと、別の話でですね、昨日か一昨日かなんか、なんか渡辺裕樹さんの、なんか最後のドラマ、はい。なんか撮った、ドラマが放送されますみたいにも来てたんですよ。まあ、そういうのでね、まだお亡くなりになって、その間もないんで、渡辺裕樹さんの、名前を汚すっていうね、まあ、その借金って、借金してる、してないんだったら、もう、してるっていうイメージ良くないじゃないですか。別にね、ない、借金ってない方が、はい、いいじゃないですか。なんで、そういう、相棒に出てたんですか。ああ、なるほど、なるほど。そう、そこら辺がですね、こういう、霊媒系 YouTuber、
舐めてるなと思うんですよね。よくやるなと思いますけど、その神経がですね、その神経がずぶといっていうか、なんでその、会ったこともないね、ご本人に、まあ、おそらく渡辺裕之さん自身に会ったこともないのに、なんでその、例だったら喋れるんって、その設定がよくわからんすよね。例だったらもう、誰でも話せるってことなんですかね、話したりとか呼べるってことなんですかね。どんな地域にいようが。はい、なんでその、ね、一切関係のない、おそらくこの霊媒系 YouTuber とですね、生前会ったこともない、喋ったこともない、どこに住んでるかも知らない、はい、そういう人になんでその呼べるの、そしたらもうさっさと、もうその渡辺裕之さんはいいので、世田谷一家、連続殺人事件とかですね、八王子のスーパー南平事件とかですね、はい、そういう、ところで亡くなった人を読んでですね、犯人の特徴とかですね、を聞いたらいいと思うんですけどね。そういうのができるんだったら、結局何でも呼べるってことでしょ、その、全然こう、無関係な人でしょ、おそらくこのね、霊媒系 YouTuber で渡辺裕之さんって、友達でもなければ、家族でもないわけですから、その、よくわからん霊媒能力さえあれば、どこで亡くなった人、いつ亡くなった人でも呼べるってことですよね。だからもう、そういう未解決事件とかをの、被害者の方とかをですね、読んだり喋ったりとかして、ちょっとでも役に立つことしたらいいと思うんですけどね。なんでその、お約束の中でとか、その自分のね、ルールの中だけで勝手に、呼べるんですかね。そんなん僕もなんか亡くなった人誰でも呼べるんだったら、それこそエルヴィス・プレスリーとかですね、はい、ジェームス・ディーンとか読んで会いたいですよ。そういうこと、要するにそういうことでしょう。絶対そのこの霊媒系 YouTuber と渡辺裕之さんって接点なかったはずなんで、ね、僕絶対そうプレスリー会いたいですよ。プレスリーが降りてきてくれるんだったら、もう苦手ですけど英語とか勉強しますね。プレスリーとか、そうですね、マリリン・モンローとか、はい、だからそういうスターが呼べるんであればね、必死に英語の勉強しますね。だからもうこういうね、まあもう再生数稼ぎでしょうけどね、やめてほしいですね、こういうの。ね、北の小人カバさんのように指名手配犯とか行方不明者とかね、こういうやつって役立ったことが一回もないでしょ。このなんか霊媒や霊視や霊能力やって言ってますけども、それでそのお金をとかいろいろ取ってますけども、一度も一回ですらその何か、捜査の役に立ったこととかないんでね。でもやめといた方がいいと思いますよ。その霊感商法のね、対策、のがですね、その河野、太郎氏とかがなんか今やってますけども、ここら辺も一緒に取り締まないとですね、もうダメですよね。ここら辺も野放しでしょ。はい、なんかまあと思いますね。そう、なんか考えないんですかね、それやったらね。その遺族がどう思うかとかね、と思いますね。でもまあ結構平気でやってるみたいですよね、この、渡辺裕之さんだけじゃないでしょうね。おそらくこういう人って、そのダチョウ倶楽部上島さんとか、あとまあ志村けんさんが亡くなった時とか、志村けんさんとか、はい、それごとに僕の元に報告が来るんですよね。こいつがこれやってましたみたいな。だからまあ、こういう YouTuber からしたらですね、誰かがこう有名人亡くなるの街みたいな感じでしょうね。そう、と思いますよ。亡くなったらまあ、ネームバリューがあるんで、その名前を入れといたらですね、まあ、再生数稼げますよね。まあ、そう。でまあね、そこら辺ちょっとね、もうなんとかしてほしいですけど、なんかもう残念ながらね、そのこういうのを見てくださいって言って見に行ったらですね、なんかコメントにね、ま、これまたこう、おバカな、ね、視聴者がですね、なんかありがとうございますとか、
いやいや、何がありがとうございましたと思うんですよね。前あったのが、旭川ね、いじめで亡くなった女の子の霊を下ろすって言ってですね、あれのコメントが結構ね、そのなんか、ありがとうございます、ありがとうございますっていうね、いやいや、何をこの、ありがとうございますやと、非道徳的な、非人道的なことを、やってる人間に対してですね、はい、ありがとうございますみたいな、この少女も、その、いじめでね、亡くなった女の子も喜んでると思いますとか、マジで、レベルが低いというか、本当に、行かれてる者同士、もう、YouTuber も行かれてたら、コメント欄も行かれてるなっていう、はい、感じですね。いや、結構いますよ。一度皆さんもなんかそういう、動画見る機会あったら、コメント欄見てください。マジかと。そうそう、あややさんのように信じるやついるっていうか、もうそういうやつがすごいいますよ。何がありがとうございましたやと思って、はい、こんなえげつない、人の道に反したことをやっている、YouTuber に対してですね、ありがとうございましたって言ってましたからね。昔そうですね、亜美さんのようにね、尾崎豊さんとか、横山やすしさんとか、まあ、番組のそういうのありましたよね。いた子が、呼び出すのね。それと一緒ですよね。とにかくもう、そこら辺のね、人間的に、おかしなことやってる人間は、はい。なんで、まあ、渡辺博之さんの話で、僕も質問来たからですね、多分、医師というワードですよ。はい。メディアの発表で、渡辺裕樹さんの死因、医師って書いてあったんで、医師って何だと思ったらですね、首が締まってっていう、ことが書いてあったので、おそらくはその、しかもトレーニングのね、トレーニングルームで、亡くなっていたっていう話とですね、あとその、遺書とかもないって書いてあったので、まあそういう情報を見てね、おそらくはまあ、あと、まあ僕、トレーニングとかずっとやってるんで、はい、フリーウェイトのね、ベンチプレスとかは危ないっていう、まあ知ってるんで、で、まあ、三木屋先生とかもやってましたけども、自分の家でね、補助とかつけずにやるとですね、もう慣れてきたらそうなるんですけども、なんかちょっとしたことでですね、あまりに重いの持ちすぎてると、三木屋先生も結構ね、一人でやるには重い100キロ何発とかやってたんでね、100キロ4発5発ってやってたんで、三木屋先生も無茶するなと思って、慣れてる人はもう大丈夫と思って、やるんでしょうけど、僕結構ビビりなんで、補助、誰か一人、人がいなかったら、もうマシンでしかやらないですね。はい。ね、そう、辰巳さん、フリーウェイトマジでね、人間なんでね、もうくしゃみしたとか、はい、くしゃみしたとか、なんかこう体勢崩れたりとかしたらですね、一気にこう落としますからね、もうダンベルもバーベルも、はい。なんで僕は多分そっちじゃないかなとは思うんですよ。でも僕のも所詮予想です、予想。マカロンかなんかで聞かれたから、多分自殺とか自死ではないんじゃないかなという、予測なので、まあその現場を見たね、検視した、刑事さんとかですね、奥さんですかね、はい、しかわからないですね。で、まあ、こう、安易にこの、霊媒系 YouTuber、がそう、勝手に借金くれ自殺っていうのを間違ってますし、あと、それを信じ込むのも、まあ、ダメです。そっちは 100% 嘘なんで、適当に言ってるだけなんで、まあ、もしかしたら、そのね、当たってるかもしれませんけども、この、YouTuber は適当に言ってるだけの話ですね。はい。ということで、そこら辺はあんまり信用しないように、はい、してください。そうですね。まあ、あと、今の話ですけど、ジムはね、辰夢さんとか、長崎さんも書いてくれてますけど、フリーウェイトとか、やってる人は気をつけてください。結構慣れが怖いんですよ。僕、いつも思うんですけども、トレーニングで慣れが怖いんで、大体は確かに大丈夫なんですけども、こう、足くじいたりとかですね、
はい、何かした時にこうバーベルダンベルと落とす時があるんで、うん、ということで、まあ、皆さんもね、ジム慣れてない、でも慣れが怖いからな、はい、あまりこう重量、すごい重量やるときは、まあ、補助をつけるか、はい、それかストッパーがついてるマシンにしてくださいね。本日のテーマのような話から悩み相談、疑問、質問、意見など何でもマカロンからお気軽にメッセージを送信してください。生配信はミルダムと占い師ケンケン TV 見逃し配信チャンネルというサブチャンネルをメインでやってます。気づこう会は詐欺師や霊感商法をしている悪人の情報を随時募集してます。 Twitter はチャンネル最新情報、 Instagram では火曜日に質問コーナーをストーリーでやってます。動画の高評価、チャンネル登録、各 SNS のフォローをよろしくお願いします。占い師ケンケン TV を見てトラストリテラシーを高め、一緒に運気を上げていきましょう。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。